日本語コンテペイ。日本語コンテペ,インテペイ。子供と一緒に言ってます。日本語コンテペイの時間ですね。皆さん元気ですか。今日はもうやめますについて。もうやめます。もうやめてやる。はいはいはい。日本語コンテペイの時間ですね。皆さん元気ですか。もうやめますよ。僕はもうやめてやる。 えー、皆さん今日は大切なお知らせがあります重大なお知らせ僕はもうやめますみたいなねはいはいはいまあ心配しないでください日本語コンテンツをやめるわけではありませんはいはいもちろんもちろんもちろんやめないんですよ多分僕がやめる時は2つしかない、はい、1つは死ぬ時 <laughs> でもう1つは あのもう一つは何かな、うん、なんで「二つ」って言ったかな一つ,つですよ僕はあの日本語コンテペプをやめるのは一つしかない死ぬ時、はい、もう一つは何かな何が考えられるかな日本語コンテペプをやめる時まあもちろんもっといいプロジェクトもっといいというかまあ多分そのオルタナティブな何かを始めた時じゃないですかね 今のところはちょっと想像できないですけどねまあポッドキャストが何かの理由でもうあのできないとかねそういう時はやめ,らやめざるを得ないかもしれないですけど <coughs> まああと本当にやっぱり僕の喉がね声ですよねこれがあのまあずっと健康とは限らないから 死んでなくても,もう声が出せないとかねまあそういう風になったらそうそうそういうことですねはいはい、えー、僕がポッドキャストをやめる場合にまあ3つが考えられますねはい1つ目は死ぬ時僕が死,死んだらポッドキャストは終わりますでもう一つは喉ですね喉が死んだら声が出なくなったらポッドキャストは終わりますあとは何か何かあのそれ以上の大事なプロジェクトが始まる時はいはい まあ、とにかくあのやめますというのはそういうことではないポッドキャストのことではありませんご心配なくなんかこういうあの YouTube とかでよくやりますよねあの重大発表がありますみたいなじゃじゃんみたいなあるでしょなんかさようなら日本みたいなね日本を出ることになりましたみたいなあの外国人 YouTuber がでなんか友達の結婚式のために 1>, <laughs> 1週間だけドイツに帰ってきます。みたいな、ね、まあ、そういうなんかあのなんだよ。みたいなね。はい。まあ、皆さんをちょっと心配させたかったわけじゃない。なんとなくですよ。まあ、ちょっと小さい家のいたずらです。はい、やめます。じゃあ何をやめるの？について今日は話したいと思います。なんかね。あの気がついたんですよね。僕は本当はね。もっとリラックスできるんじゃないの？ ももっとリラックスでできてててるはずでしょ、はい、まあ、考えても見てください僕は家で仕事をしているそしてその仕事というのはとても楽しいことですね。はっきり言って、まあ、1週間の中ね、まあ、今週も例えば30人ぐらいかなの人たちと話すんですけどまあ,あのレギュラー集電のねもういつも同じ人たちで。 で、彼らと話すのは僕にとってストレスはないです。あの、むしろ楽しいという気持ちしかないんですね。えー、本当に本当ですよ。本当にその人の日本語のレベルはあまり関係ない。もちろん日本語のレベルが高い人はまあ、話しやすい。日本語のレベルが低い人はまあその。まあ。 日本,語日本語のねそのまあボキャブラリーとか文法のリミットはある確かにだけど楽しさで言えば変わりません、はい、楽しさで言えば変わらない簡単なボキャブラリー簡単な文法でもあのいい時間を過ごすことができます、ね、それは僕はそのプルーブしたかったことですね証明したかったこと、えー、なんかレベルが低い日本語のレベルが言語のレベルが低いと楽しい会話ができないと えー、なんかこう信じている人たちがやっぱり多いんですよねでもそんなことはありませんどのレベルででも楽しい話はできるレベルが低い時はそのその限られた文法やボキャブラリーで十分楽しい話ができる、ね、でそういうのを僕は証明してきました今までずっとで今でも経験している、ね、毎週毎週。 まあ、1週間の中で、まあ、例えばトライアルレッスンが1回か2回あって、その時は、まあ、あの、場合によってはね、ちょっと、あの、まあ、ストレスを感じますよね。場合によっては。ほとんどのケースは全然、あの、心配する必要はないんですけど、まあ、たまにちょっとチャレンジングな時がありますね。1年に、そうですね、5回ぐらいかな。本当にね、本当に。 それ以上でもそれ以下でもなくい年間に5回ぐらいちょっとチャレンジを感じる時があるまあでもそれ以外ね、まあ本当に毎週毎週愛湯器で教えてるレッスンの時間は僕にとってはあのストレスがないんですそしてあのまあポッドキャストを撮ってる時間今ね皆さんどう思いますか 今僕大変そうに聞こえますか聞こえないでしょ大変そうに聞こえないですよね。楽しそうに聞こえますよね。はい。だって楽しんでるから。他のポッドキャストを撮ってる先生とか、他の YouTube を撮ってる人たちとか、そういう人たちのことは僕は分かりません、ね。彼らがどれぐらい本当に楽しんで、どれぐらい本当にストレスを感じているのか分かりません。人のことだからね。でも少なくとも僕は、本当にこれが嫌だったらやらないし。 そそもそも、えー、なんかこう「ああポッドキャスト撮らなきゃいけない」とかねそんな風に思ってるんだったらやってないですからね前も言ったように僕はポッドキャストを撮らなかったらもっとストレスを感じますからねだから本当に何て言うのやりたいからやってるんですよ。でレッスンもそうだしやりたいからやってるしあのポッドキャストもそうやりたいからやってるんですよね。 やりたいからやってるっていうことはやってるときは嬉しいんですよね。やってるときは楽しいんですね、はい。でさっき言ったようにいつもいつもじゃないたまにチャレンジングなトライレッスンはあります。だけどそれは本当に少ないんですよ。1年に5回ぐらい。で、えー、まあ奥さんと過ごす時間とか、えー、子供と過ごす時間とか。 ね、本当はストレスがあるはずがないでしょ。ね、だけどちょっとあの最近ねなんか気がついたんですよストレスを感じてるっていうことが感じてきてた今までずっと例えばですよ週末あ週末のそうだな土曜日は子供の将棋がある。 朝はパンケーキを作らないといけないし、えー、そして午後はあのー、歯医者に行かなければいけない、ね、子供を連れて歯医者に行かなければいけないそして日曜日は、えー、子供スイミングに連れて行って、えー、午後はあのーまあ、知り合いの友達に会わなければいけないとかね友達に会わなければいけないとか。 で、えー、月曜日はあの買い物に行かなければいけないね魚を買わなければいけないとかなんかいわゆるタスクみたいになってたんですよね考え方としてでも本当はですよ本当はまあ別にあの週末に子供をスイミングに連れていくとか まあ、歯医者に行くって言っても僕は子供と一緒に歯医者に行って歯医者の待ち合わせあの、ま、待つ場所があるんですねその歯医者の待合室と言いますね待合室歯医者の待合室で図書館で借りた漫画を読んでるだけでしょ楽しいんですよね、はい、レゲエミュージックでも聴きながらねでまあ友達と会うことなんて あのそもそもタスクでも何でもないし自分が好きな人と好きな時間に会うだけですからね会って好きなもの食べたり飲んだりして話す好きな話をするだけでしょ、えー、生徒さんたちに会ったりすることもありますよね日本に来る人あの楽しい時間を過ごすだけですよね楽しいだけなんですね楽しいことだけしかしてないんですよ僕はそもそもはいもっと本当はリラックスできるはずなんです じゃあどうして僕はストレスを感じていたのかというとやっぱり考え方ですよね考え方いわゆるそのパーシーブねパーセプションですよねどういうふうにそのそのことを知覚、えー、するか知覚知覚ですか、まあ、感じるかってことですよね例えば友達と会うああ嬉しい楽しいと感じるか友達と会う そうだな時間はそう午後の2時でレストランを午後の12時でレストランを予約しなければいけないみたいななんかあのちゃんとしなければちょっとこうでまあ確かにレストラン予約した方が便利ですけどあのだからレストランを予約することはいいんですけどでもそこまでねビジネスじゃないんだから。 そこまでビジネスっぽく感じる考える必要はないし感じる必要はないでしょだからそれを僕は辞めますって言ってるんですね僕は今日辞めると皆さんにステーツメントを出したのは僕は辞めますじゃあ何なん,なんかそのいわゆる僕はサラリーマンじゃないんですよねサラリーマンじゃないしサラリーマンがクライアントとは会うわけじゃないんですよ はい、僕はサラリーマンじゃない僕は日本語コンテッペイのあのまあポッドキャストをやったりあとは日本語の先生ですけど先生といっても本当の先生じゃないでしょ僕,僕は先生先生みたいな先生じゃなくて友達みたいな先生でしょでだから友達なんですよねだから友達に会うだけなんですね。友達に会うからのそのサラリーマンが クライアントと会うわけじゃないんですよね、はい、僕は友達みたいな先生だから友達みたいな生徒と会うだけなんですよねだからそもそもコンセプトが全然違うでしょ、はい、そして生徒だけじゃなくてね僕の本当のねその普通の日本人の,あの知り合いとか友達に会う時もそれもそもそもあのなんかビジネスのミーティングじゃないんですよでもなぜかね ななぜか、まあ、僕たちじゃないと思う結構世界中の人がそうだと思うなんかちょっとビジネスじゃないにもかかわらずビジネスっぽいっていうか仕事じゃないにもかかわらず仕事っぽくあのそれを感じてる、ね、例えばですよ奥さんが僕にこう言います「ナッツを買わなければいけない」ね「ナッツがない」 ナッツを買わなければいけないナッツを買わなけ,ればいけないっていうのはまあ家の中に今ナッツがなくなったんですよねまあいろいろあるでしょうカシューナッツウォールナッツクルミピーナッツ、えー、アーモンドまあ健康のためにはいいですよねで奥さんナッツが好きだからナッツがないナッツを買わなければいけない、はい、というわけですよ。 でまあ別にナッツを買いに行けばいいでしょ一緒にあじゃあ今日午後行こうかはいそれでいいですよねでもなんかその気持ち僕の気持ちの中ではねまるでそれはドメインを更新しなければいけないとか、ね、あるでしょインターネットののドメインねドメインを更新リニ,ュー、ね、リニューアルですねドメインを更新しなければいけないそれとナッツを買わなければいけない、まあ、これがまるで同じように 聞こえてるわけですよねだから僕はノートにねこの僕のダイヤリースケジュールに「ナッツ」とか書くんですよね「ナッツを買わなければいけない」とかね「午後午後2時ナッツ」みたいな。はっきり言ってどうでもいいでしょもっとあのリラックスするべきですよね。で奥さんがまた言いますよね「明日は魚にしよう」。 明日は魚を買わなけ,ればいけないみたいに「魚」ねで僕は「よし!」と思って「魚」とノートに書いてねまるでそれはあのーまあ、さっきドメインだったから運転免許証更新しなければいけないみたいなね結構大事なことあるでしょカーライセンスね運転免許証のリニューアル運転免許証を更新しなければいけない と魚を買わななけければいけないこれがまるで同じようにいわゆる少しのことが重要なんですけどねすこほとんどのことは重要じゃないんですよねそもそもうんいやもちろんナッツを買うのはあのいいですよ大事ですよ大事だけどそれはドメインを更新するほど大事じゃないし魚を買うことはその運転免許証を あの更新するほど大切なことではないんですよねそもそもねでもなぜか全てが大事と思い込んでるんですね全てのことが大事だ、ね、全てのことが、あのー、ミスしてはいけない間違ってはいけないそういうふうに思っている皆さんもそうでしょそうだと思うそういう人は増えてますよねあのスケジュールに書いてないですかお母さんとお茶みたいなね なんかアメリカの大統領とお茶をするみたいなねアメリカまあなんかそのあるでしょその政治家と政治家があって一緒にハンバーガー食べたりお茶飲んだりしますよねなんかミーティングのためにそれと同じようなレベルでお母さんとお茶みたいなお父さんと昼ご飯みたいなまあもう少しリラックスしていいんじゃないですかいやもちろんねお母さんとお茶って書いていいですよスケジュールに書いてもいいしもちろん書くべきですよ忘れたらダメだからね お母さんが一人でカフェに行って「あれまだ来ないな、ね、私の息子」みたいにそれかわいそうでしょだから忘れてはいけないんですよ忘れてはいけないけどそのいわゆるパーセプションとしてはその大統領に会うわけじゃないんでもう少し肩の力を抜いていいはずですよねもう少しリラックスしていいはずですよねだからもう僕はこれ以上 必要以上のストレスを感じることをやめたんやめるんです。やめたんですもうやめました。やめてます、すでに。はい。もっとリラックスでいいんですよ。もっと本当にイージーでいいんですよ。ね、僕は最近、レゲエミュージックをよく聴いている。理由はわからない。理由はわからなかった。なぜ僕の体がレゲエを求めているのか、僕はわからなかったんですね。でも、今わかります。 今れ、はい、僕はもっともっとねちょっとイージーになりたいんですよあの20代の頃みたいにね僕は20代の時とってもとてもイージーで20代特に前半20代前半の僕を知ってる人はちょっと今の僕は硬すぎると思うはい硬すぎると思ってると思います20代前半の僕なんてもう本当全部イージーですよねああいいいいイーいーいー,ジー 髪も長くてねあのレゲエミュージック聴いたりしてねちょっとイージーイージーな感じでしたでも今なんか本当はねイージーな生活ができるはずなんですけどにもかかわらずなんか,なんかこう大きい会社のなんか部長みたいなねなんかそういうそういうレベルのストレスを自分で作り上げてるそんな気がする。 だから必要以上に自分をなんかこう、あのー、サラリーマンにする必要はないんですサラリーマンじゃないからねそんなストレスないですからあるはずがないんですよはいというわけで自分が作り上げた自分の中のなんか変なこのちゃんとした世界をこれから少しずつ壊していこうと思います、ね、まあ皆さんにとっては何も変わらないと思う僕は言うことは何も変わらないし あのオンとオフが大事だからいつもいつもオフでねあのレッスンがあるにもかかわらず寝てるとかねそれは悪いですよあの人と待ち合わせがあるのになんかあのなんかパチンコしてるとかねそんなことはないですそ,んそ,んそこまであの適当にねあのな,んかなるわけじゃないこの適当というのはそのラフってことねそ,こそういうのじゃないだけど必要以上にね必要以上にお母さんとお茶 お店を予約しななけければいけないしかも VIP ルームお母さんのためにまあまあ特別な日だったらそれでいいですけどね特別な日じゃなかったらもう少しリラックスしてもいいんじゃないですか、はい、というわけで僕はそろそろあのそういう次のフェーズに移りつつありますねレゲエフェーズヒッ,ピーヒッピーフェーズに戻っていくそしてその後どうなるわからないわかりません楽しみですね皆さんも リラックスしてイージーイージー行きましょうというわけでチャオチャオアスタレゴまたねまたねまたね